昭和12年、中国大陸へ出征する兵士を見送る人々です。これまで昭和初期の日本を映したカラー映像はほとんど存在しないと言われてきました。しかし今回の調査で多くのカラー映像が発掘されました。そして最新のデジタル技術によって色が復元されました。復元されたカラーフィルムは半世紀以上の時を超えて昭和初期の人々の姿を鮮やかに伝えてくれます。平和から戦争へ、そして再び平和へ。これは激動の時代を生きた人々のカラー映像による記録です。